かご用でしょうか。適正な馬体重ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。いい仕上がりです。いい感じですね。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。何かご用でしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。ゲーテン終わりました。体制完了。さあ飛び出した12頭。ちょっと出遅れたんでしょうか。4番ワンタキジスズカ、ダッシュがつきません。先頭に立つのは何か。ヤニスが先手を取りました。シャンソニエールがそのうちにいます。そしてその後ろから9番スーパートドロキ、11番カタルハーヘア、そのうちに1番ドーアナゴン、5番プロイバタイ、北のオゴジオ、外を通ってワンモアラブウェイ、それからもう一頭ダイハツギョンヌ、そして内からはラビットボール、それから6番ユーセイフェアリーパーシャンスポット、一番後ろにファンタジースズカ。止めます。さあ福島競馬場は大歓声であります。パタノハフェアは4番手といったあたり、先頭はシャンソニエール、外からヤニス、シャンソニエール先頭、ピンクの帽子パタノハフェア先頭だ。内を通ってパーシャンスポット、パーシャンスポットが差を詰めてくる。内か中か外か3頭の争いになった。次は頑張りましょう。一着
3番、2着、11番、3着、7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。いいですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭の下点が完了しました。大成完了。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。12番東マジョルカ、ダッシュがつきません。さあ何が行くのか。先手を取って1番シャンソニエール、5番北のオゴジオ、4番京若ゴロボが上がってまいりました。この辺りちょっと離れているワンモアラブウェイ、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のカタノハーヘアです。ラビットボール。それから9番成田富士姫、パーシャンスポット。外から1頭10番竹のベルベット、そしてそのうちに2番サンドピープル、12番東マジョルカ、これと一緒にエイシンテネシー。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。エイシンテネシー。さあ問題は直線、356mでやります。パタノハーヘアは3番手といったあたり、さあ抜けました。シャンソニエール先頭、カモギとシャンソニエール、パタノハーヘア先頭に立った、内を通ってシャンソニエール、さあ抜けました。パタノハーヘア、パタノハーヘア1着、1番人気に見事答えました。確定しました。レースを終えた
ってきました。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭。10番今日は羽衣もちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行争いであります。花を切ったのは5番北海セレス、それから SG ビアンカ、そしてその後ろから3番シャンソニエール、4番カツタイガール。外から行こうというところ、注目は何といってもカタルハーヘア、圧倒的な人気。その外7番北のゴジオ。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。2番プロイバ対ダイハツギョンヌ、今日は羽衣、それから12番竹のベルベット、東間ジョルカが並んでいっています。柏津ビーナス、しんがりから11番グレイスナッキー。第4コーナーから直線に入ってまいります。パタノハーヘアは5番手といったあたり。さあ先頭はエスギビアンカが半馬身リード、内からスルスルと北海セレス、パタノハーヘアが差を詰めてくる。先頭竹豊とパタノハーヘア、パタノハーヘア1着、1番人気に見事応えました。戻ってきました。